デュイスブルクノルドランドスケープパークの主要要素のパノラマビュー、航路に優れた輪に航路後、前景の沈降タンク用航路発電所とベルントと平ベッチャーによる写真のインスタレーションを備えた今日のイベントホールジョナサンパークによる軽いインスタレーションを備えた輪に使われなくなった夜勤工場の空撮航路後から見た操業停止プラントの航路プラント1及びに ウォークインビジタープラットフォームを備えた照明付き航路、五ボ没時のラパジューナ風力タービンバンカーの、低エンメーラーバンカーのクライミングガーデン系観公園を通る古いエムシャーに沿った遊歩道級行政、ユースホステルとして機能デュースブルク、ノルト系観公園は国際建築店エムシャー公園の一部として作成された、デュースブルグマイデリッチの廃止された夜勤工場周辺の 約180エーカーの景観公園。ランドスケープパークはヨーロッパ産業遺産ルートとルール地域、産業遺産ルートのアンカーポイントの一つ。英国の新聞ザ・ガーディアンはランドスケープパークノースを世界の10の都市公園に挙げている。他はハイライン、ビュットショーモン、ハムステッドヒース、グエルパークなど。旧工場は後にティスセングループの子会社であった。 ライナ社スタールワーカーズマイドリック・バイル・ロートによって1901年に設立された。合計5つの航路は84年間で3700万トンの特殊鋼鉄を生産したが、通常は鉄線製鉄所でのさらなる処理の予備製品としてである。航路3と4はそれぞれ1968年と1970年にそれぞれ取り壊され、 航路1と2は1982年に廃止されたため、1973年に建設された航路ののみが稼働したままであったが、1985年、欧州の鉄鋼市場の生産能力が過剰になったため、創業開始からわずか12年でこれも停止。ティッセンは鉄鋼生産をライン川沿いの遥かに大きく、より近代的な設備を備えた周辺の主要生産地域にシフト。 次の年には、ハンボルンのすべての建物と、国際建築店、エムシャーパークにおいて、マイデリッヒの残りの3つの航路プロジェクトを、国際設計協議として公募、ランドスケープアーキテクトペーター・ラッツパートナーを、獲得した。1988年以来、イントレ・シンジェメインシャフト・ノーパーク・ドゥスバーク協会は、実施計画を支援。 1990年から1999年にかけて建築家の計画に従ってホール、建物及び敷地が再設計され利用できるようになったため、今日ではこの公園はミレニアムの最も重要な造園プロジェクトの一つとされる。1994年に公園は一般公開され、現在産業遺産のルート上のアンカーポイントを形成し、 欧州産業遺産のルートに統合されている。2009年には、グリーングッドデザイン賞、2005年エドラ・プレイス賞、2004年プレイアンドレジャー賞、2001年グランデメデイ・ユゥルバニズム、および2000年第1回、ヨーロッパランドスケープアーキテクチャ賞を受賞。同程度の博物館のような、しかしはるかに小さい航路アンサンブルは、ハッティンゲンでかつてヘンリヒシュッテで発見され、 最後に、ティッセン AG が創業し、ドルトムントヘルデでは、残り2つの航路となった、フェニックスウエストのヘッシュ AG で見られます。風景公園の屋外エリアのクレーン照明付き航路、5航路2の軽量設備1994年に、製鉄所が最初に一般公開されて、以来、訪問者、ハイカー、サイクリスト、スポーツクラブ、主催者、 関心グループが、それぞれの目的で公園を利用している。デュイスブルク市の持ち株会社である、デュイスブルクマーケティング GMBH は、プロジェクトのさらなる開発を引き続き管理している。花田和幸、作品デュイスブルクのオルト景観公園建築文化55、2000から 11P68 から70ローワン、ムーア、ザガーディアン、 グリーンスペース、ザ・ジュー・ベスト・パークス、7、オーガスト2015アブジェローファン・ AM15、エイプリル2017ハット、ランドスカーフツ・パーク・ドゥスバーク、ノール、ヤー1998インデア・オンライン・オーステレオン、100ヤーレ・ランドスカーフト・アーキテクター・デブドラ、アブジェローファン・ AM4、マイ2014。ありがとうございます。